ールドカップでね大活躍、大活躍、1回勝ったですね、フォルクス商事エドワード選手。いやー、1回勝つだけでももう大事ですからね、大事ですよね、BBC では。はい、いやでもほら、あのカナダはね、カナダは今すごいじゃないですか、ジェフ・スミス選手ね、よく勝ってますよね。そうですね、まあ、いい結果残してますね、ジェフ・スミスも。ただ移動が毎回大変で、行くたびに帰るたびに、そうですよね、自主隔離だったり、もうそれがちょっと大変って毎回聞いてます。ああ、そっか、もう行かない、もう一時永住すればいいんですよね、仕事が忙しい、だけどやはり家族に会いたいんですよね、結構家族思いの、ジェフ・スミス選手、はい、だからやっぱり帰って家族に会いたいっていうのはありますね。かっこいいですよね、ジェフ・スミス選手。そうですね。さあ、そしてコーク 1.15 センチ。さあ、僕もまだ始めた頃、ダーツ始めた頃、初めて全国大会に行って、はい、で、まあ、ジェフ・スミスとか全然知らなかったんですよ。もう何この強いおじさんでやられた記憶は覚えてます。で、後から知ったら、あ、ジェフ・スミスだったっていう。ああ、そうなんですね。はい、すごいですよね、ジェフ・スミス選手。さあ、森久保選手先行のゲーム。森久保選手少しね、ムラがあるんですよね。で、入り出すと止まらないみたいな感じですね。そうなんですよね。で、エディ選手はやっぱりここ最近勝ててない理由っていうのが、フィドプレミアムの方で勝ててないのが、やっぱダブルがね、が引っ張ることがちょっとあって、たぶん、いかに自分の得意なダブルに持っていくじゃないですかね。はい、あ、ミドルでしたね、すいません。そうです、ミドル、ミドル、ミドル、すいませんね、世界ではミドルなんですよね、ミドル。止めてきた、ここで。あの場面はもう、まあ、どの道上がり目出せなかったので、多分見えなかったんじゃないですかね、20点が。140。さあ、98、プレッシャーかけていく、18、トリプル絡んで、いやー、きたー、15ダーツ、フォルクス、素晴らしい、ショーチ、エドワード。いや、この2人に関しては解説、実況解説追いつかないですからね、テンポが速くて。追いつかないです。まあでもほら、まだ遅い方ですよね、この2人、PDC の。PDC のスピードスター。特にオランダ系の選手。ワティメナ選手だったり、もうめちゃめちゃ早いじゃないですか。リッキー・エヴァンズもそうですけれども、リッキー・エヴァンズも早いですよね。もう最速男ですからね。はい、イギリスですね、リッキー・エヴァンズは。イギリスです、はい。さあ、乗ってきましたね、エドワード選手が。先行ブレイク大きいですね。はい、ブレイクスタートで。さあ、60絡めてきました。上がり目が出て、そのまんま20続行で。
もう一本。さあ、150残り。トリプル捉えて10トリピル。さあちょっとヒートアップしてきましたね、スピードも含めて。あ、ちょっとブロックしてるかなと思ったらやっぱりあの場合はやっぱりこう左下にずれたがいいんですか。ちょっと動いた方が良かったのかなと思ったんですよね。画面越しはちょっと分かりにくいんですけど、あーっとこれはバースト狙いですね。そうですね、3本目もちょっと危なかったですけどですね、ちょっとアウトボードしかねない感じでしたね。さあアレンジまで57いやーナイスだ、うん、ナイスブレーキキープ。14ダーツ、あ、24ダーツ、すみません24。いやだけど先行キープ大事ですね、この場面では。さあここ100スタート森久保隆起。あーナイスです。さあ100取ってきて264残り。さあ森久保選手が60、ここでちょっと上がり目出したいところですね。そして注文通り140上がり目出してきます。んー、ちょっと下に下がったか。もう止めた。さあインナーですね、狙いにくかったんで今ブルー行ったんですね。うん、ちょっと下に刺さったので、はい、さあここ17ダーツでキープ。まあこの場面はエドワード選手はもう、まあ、切り替えて、まあ、どの道高校だったんで。そうですね、このまま高校なのでこのままキープで勝利が転がり込む形なので、しっかりといいスタート切りたい。100取ってきました。逆にピンチの森久保選手がここ取ればちょっとチャンスが来ますからね。流れが出てきますよね。うん、先行が回ってくるので。そう考えると森久保選手の流れになってきてるんじゃないですか。うん、先ほどの17ダーツはいい流れだと思いますね。少しね60が絡まなくなってきてるので森久保選手次第で。
さあ、100取ってきました。トリプル絡む、ビッグターンが欲しい。140で上がり目作った。さあ157の90から18トリプル。ああ、ここは下ですね。下からかな。下から。さあ狙いにくいのでサイドから18トリプル決めた。24残り8。さあもっと勝利への波決まった。決める。フォルクス庄司エドワード選手ベスト8進出。ファーストテイク。